羽生ュゆずるさん、星空から特的、多希望と共に今まで滑ってきた、ノットステレイタ、一問一答。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケート男子で2014年措置、18年平イ五輪を連覇し、昨年プロ転校した羽生ュゆずるさんが座長を務めるアイスショー、羽生ュゆずる、ノットステレイタが10日。 宮城赤水ハイムスーパーアリーナで開催された。11日で東日本大震災発生から12年を迎える被災地でのショー。タイトル、ノットステレイタは、イタリア語で、満天の星を意味する。被災したハブさんが震災の夜、停電の暗闇に広がった美しい星空に希望を感じたことから名付けられた。まずは、タイトルナンバーの、ノットステレイタで幕を開け、ハブさんの気持ちのこもった美しい滑りが、 一気に観客の心を引き込んだ。その後は、スペシャルゲストとして出演した体操男子の個人総合で12年ロンドン、16年リオデジャネイロ五輪連覇の内村光平さんと豪華コラボのプログラムも披露。最後はハブさんの春、春よ、第2で、フィナーレは出演したスケーターによるミーシャの希望の歌だった。ハブさんのショー終了後の主な一問一答を、終えて、今の思い、こうやって皆さんの前で、 この感情とともに、3月11日に演技をするということ、そして、そういう企画の中で演技をするということが初めてなので、正直すごく緊張はします。ですが、このノってステラータというショーだからこそ、伝えられる気持ちだったりとか、またこのショーだからこそ見えるプログラムの新しい一面だったり、気持ちだったり、テーマだったり、そういったものもまた感じていただければと思っています。ノってステラータから開幕、どんな思い出 やはり今回、希望というテーマが一つ、大きなものがあって、今回ちょっと見えづらかったかもしれないんですけど、スクリーンに3.11の頃の星空を出していただいていて、なんか最後、普通だったら反対方向に行くんですけど、そちらの方向に向かって、星空から得てきた希望とともに、今まで滑ってきたんだみたいなことを感じながら滑らせていただいていました。これは実際、 乗ってステラータというプログラムを作っていただいたデイビッドさんとお話をしながら作っていったんですけどオープニングがオリジナルの曲なんですけど流れ星のように今回のキャストのスケーターさんたちを見せていきたいっていうお話をずっとしていて乗ってステラータっていうプログラムとその後に続くオープニングがまた一つのプログラムとして見えるような感覚で僕自身も演技させていただきました最後は春よラインを演じた カをラインを選んだ理由も、希望というものが大きな趣旨です。今回描いているのは、結構直接的に震災のことを考えたりとか、その震災に遭われた方々の希望っていうものは何だろうとか、なんかそういったものをいろいろイメージしながら、僕自身がそれになれるのだろうかってこともまた考えながら、滑らせていただいていました。放置新聞社、羽生結弦るプロフィール、宮城県出身。 2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年パイラマオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。